カルテットは2010年に発売された鬼塚忠の小説。2011年カルテット、カルテットのタイトルで映画化された。主人公はテンプのバイオリンの際に恵まれた中学生の会。しかし彼の家族はバラバラだった。音大出身の父は会社からリストラされて休職中。母は かつて自らが目指した音楽家の夢を過剰なまでに開けに託そうとする。姉は、貝へのコンプレックスからか、やや自暴自棄な生活をしている。貝は、なんとか家族をまとめようとして、父はピアノ、母はチェロ、姉はフルートを練習し、最初はひどかった演奏が次第に練り上げられていく。そんな中で家族の絆が生まれ、会も音楽家として成長していく。 現代の核家族によくある問題が典型的な形で描かれており、音楽という得体の知れないものによる崩壊しかけた家族の再生の物語。映画、カルテット。カルテットは、千葉県浦安市の市政30周年記念として制作された。原作者の鬼塚氏は、浦安市在住であった。配給は小畜。2011年12月17日。 浦安市のシネマイクスピアリにて、先行公開。2012年1月7日に、丸の内ピカデリーほか全国主要都市にて、ロードショー。ありがとうございます。